ピストンリングとは、ピストンとシリンダー間にあるリングで、エンジンが効率よく仕事をするために必要な部品です。ミニメカニック TV。 今日もプロデューサーいない。さて、今日はどんな理由なのかな。かりんちゃん、ごめん。最近家の近くにできた巨大ショッピングモールのせいで大渋滞が起きてて、2時間経ったのに全く動かないんだ。あの有名なモール渋滞が、神奈川とかの郊外でよく発生するイメージがあるな。なので今回も宿題を用意した。赤の R 社が開発したアプリで自動車整備士資格試験の対策を視聴者のみんなとやるように。赤の R 社が開発した例のアプリで今日も勉強ね。みんな頑張りましょう。今日勉強するのは整備士資格試験の暗記ポイント、ピストンリングインナーベベル型。以前にも解説しましたが、ピストンリングとはピストンとシリンダー間にあるリングで、エンジンが効率よく仕事をするために必要な部品です。ピストンリングについては別動画でも解説してあります。さて、今回も図を見ながらインナーベベル型を解説します。図は断面図です。リンク内周の上部が斜めにカットされた形状になっていますね。内側の上部が斜めカットという珍しい形になっています。インナーベベル型の特徴として、斜めに傾くことでオイルをかき落とす性能に優れています。またインナーベベル型は高圧が加わることで接地面が増えて気密性に優れています。つまり燃焼工程で発生したガスを下に漏らしません。確かに傾かなければプレーン型同様でシリンダー側の接地面は大きいですね。このインナーベベル型はエンジンの大きさや種類によってアンダーカット型と選択が分かれます。選択される際には主にトップリングとセカンドリングに使われます。ポイントは形状が内側の上部が斜めカット、オイルをかき落とす性能に優れている、気密性に優れている、トップリングとセカンドリングに使用されるの4つね。これが暗記ポイント、ピストンリングインナーベベル型ね。覚えました。みんなもピストンリングインナーベベル型は覚えられましたか？もしわからないとか、もっと詳しく知りたいとかあればコメント欄でコメントをください。自動車整備士の勉強アプリは概要欄からもダウンロードができるから、ぜひみんなもダウンロードしてね。ミニメカニック TV、 かりんでした。またね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。